東口駅舎入り口地田半田駅は愛知県半田市広小路町にある名古屋鉄道高和線の駅である。駅番号は KC12 終日駅員配置の地上駅で8両編成対応の2面3線ホームを有するホームはカーブしている大高川側に片渡り線があり折り返し列車は1番線から発車後これを通って上り線に入る。高側には渡り線はないため 通常は、列車の折り返しは行わないが、事故や災害等により、大田川地下ハ田ダが普通となった場合、大田川川の渡り線の先まで一旦進んでから、引き返す形で下り線に入るケースがある。暮らし木ハンダマナコが使用できる。改札内に、男女トイレおよび、多目的トイレ、改札外自由通路の東西に、車椅子対応エレベーター、東側に、エスカレーター、改札内の、 各ホームに車椅子対応エレベーターとエスカレーター、一番ホームに待合室がそれぞれ設置されている。発車案内は LED 式になっているものの、駅自動放送は未導入。大高和方面の普通列車は平日と、土休日の午前中の1時間あたり2本は、当駅始発。日中の高和方面の列車は当駅で、環球接続を行わない。しかし、 高和方面からの列車が東駅始発の列車に接続することはある。2008年12月ダイヤ改正までは、主に昼以降に、大高和方面からの東駅止まりの普通が10、数分停車の後に東駅始発の公和駅、または、下新線内海域の普通として引き続き、運転されるケースもよく見られた。2007年6月ダイヤ改正までの朝ラ主事及び、 海水浴シーズンの臨時列車などに見られた講は、内海発着の平結特急は当駅で増解決を行い、分岐駅となる復帰との間では続行運転が行われていた。対比線新設以前は、講和側に側線があった。これを使った列車の対比も行われており、先行する普通列車の運転を一旦当駅で打ち切って、列車を側線に入れた後、優等列車を退避し、 ホームに戻した列車を再び、港は内海域列車として仕立てていた。一番線は主に折り返し列車の留置に使われている。また下り線には、大田川寄りに渡り線があり、一定時間経つと改装、または、金山行きの普通列車として、大田川方面へ発車する。かつては、諸崎港、朝倉駅、刈谷駅、三河高浜駅などへ向かう路線があったが、下新線の開通。 JR 竹と予選の利便性向上などを背景に、利用客の減少で廃止された、東口ロータリー乗り場 JR バス、関東ガンヤドホール前乗り場名古屋鉄道 KC、高和線特急阿久駅地と半田駅、青山駅快速急行、急行、順急、普通住吉町駅地と半田駅成岩駅、ありがとうございます。